今日4つ目の問題、テーマはですね、いよいよプーチン大統領と金正恩委員長が首脳会談するんじゃないかと、まあ、こういう動きです。まあ、私は近いうちにあるという気はしないんですけども、まあ、しかし圧倒する形でですね、首脳会談が発表されるという可能性は出てきたと思うんですね。で、このハノイで2月に合意しなかったアメリカと北朝鮮の非核化交渉ですけども、まあ、私は繰り返して言ってますようにですね、追い込まれたのはアメリカだと。つまりこのまま制裁を強化してですね、北朝鮮を追い込むというようなことにはならない。つまり最終的にですね、北朝鮮とアメリカがこの問題で戦争を起こすということはありえない、まあ、そう思ってますから、結局近いうちにアメリカと北朝鮮の3回目の首脳交渉ってのは想定できませんから、このまま時間が経っていくわけですね。で、そうすると何が起こるかというと、もう北朝鮮の核保有が、まあ、一つの既成事実になっていくわけです。で、そして北朝鮮はですね、もう極めて外交的に狡猾というか、まあ、有利であるというか、アメリカとの関係が凍結する一方でですね、まあ、今度はロシアと関係を深めていくと。まあ、私はいずれですね、ロシア、中国を入れた、まあ、アメリカと北朝鮮、韓国5カ国の協議が必ず出てくると思うんですね。まあ、そういうことで、ついにアメリカと北朝鮮の直接取引から、まあ、合格協議に移っていくだろうと。どっちに転んでもですね、日本の安倍首相の出る幕が全くない。ですから、まあ、この北朝鮮問題はですね、安倍外交の一つの大きな、まあ、失敗であるということになるわけです。